はい、栃木駅で降りてみます。こちらが4号線のホームで、今小山方面に進みます。そしてあちらが宇都宮線になるのかな、東武日光線もあるかの東武線のホームです。でここでもう40分ブランクがありますので、まあ遠くまでは行きません、暑いんで。ていうかむしろもっと暑くなってんじゃないのって感じ。何があったんでしょうね。いやもうここの時点で暑いよ、やば。ふれあいバス乗り合いですね。では出ましょう。栃木駅も下に千年の竹と魚谷がありますね。そして目の前は観光案内所、ランチがやってるそうですね。でこちら右手に出たいと思います。北口、南口と一緒に書いてあったから北口でしょうね。あっち、むしろあっちまでもう行きたくない、日向にはもう行きたくないレベルですね。マンション建ててるみたいです。モデルルームが公開されているとのことです。いや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 、マンションいっぱいだね。いやこれ桐生より暑い、やばいやばいやばい。はい、じゃあ南口行きます。ダメだよ、もう暑すぎる。 JR ですね。こちらが東武線です。南栗橋行きと東武宇都宮、東武日光行きが書かれてます。駅員スタンプっぽいものが見えましたね。今日は東武線には乗らないので獲得できません。そして南口ですね。これは何だろう、ただの池だよね。誰か足突っ込んだりしないのかな、大丈夫大丈夫だよね。何、あ、東武線か。風が生ぬるいです。ここなら案内図も日陰なんで見れますね。さっきのは日向でもくっつらい、ダメ。はい、栃木駅すごい、カーブがすごいよね。もう佐野線もそうだけど、これはどっちに行くんだ、南栗橋か。すごい広いやつ、 C 全体のマップですね。北に新栃木駅、そこから
宇都宮線と日光線が分かれてくんですよね。あの大平下、こちらも東武線が走っていて、新大平下駅というのが東武線にあるんですよね。微妙な距離だな。行ってみたいですけど、暑いのはとにかく嫌なので行きません。いやいやいや、もう降りてみて思ったのは、本当に桐生より暑いです。なんですかね、これは岩下食品って書いてありますよ。からくり時計が動き出すよ。残念ながらもう16時を過ぎてしまったので、本日分は終わってます。あ、ちょっと、あっち、あ、観光案内所の上でしょうね。カレールーかけ放題、いいね。あと2分で高崎行きがやってきます。ここまで来ましたら戻りますか。暑すぎてもうベンチも満杯です。満席でした。やっぱりこういう周遊はね、冬にやりたいですね。まあ冬は冬で寒い寒いうるさいですけど、暑いやればいいでしょう。さっきはね、桐生はねちょっと歩くのがあったから時間が早くね過ぎましたけれども、今回は全然ないからね。じゃあやっぱり足利で降りればよかったかな。なんかすごい高い建物がね見えます。高いっていうか、なんか一面真っ白な建物が見えますけど、何ですかね。栃木市って何があるんですかね。国学院大学栃木学園教育センター。あ、これ綺麗だね、すごい。じゃあ飲みますか。一人飲み。カレーかけていいんですか、いっぱい。レンタサイクル、やっぱりどこでもレンタサイクルはありますよね。ただ昼間しか乗れないっていうのが多い気がします。あ、ここ日陰になってきたんで行きましょう。でもさっきと一緒だね。さっきこっちがあれだ、北側のあれが案内図になってますね。さっきのは南側、こちらが北口なので北側の案内図になってますね。新栃木駅もあります。歩けはしないな。あ、旧栃木町役場、町だったんですね。だいぶ前でしょうね。もうこれすごいよね、こうクロスしていく JR 線と東武線が、それはすごいな。栃木市の鹿、作詞舞って書いてある。どなたですかね。じゃあちょっと座りましょう。コンビニはニューデイズだけですね。桐生も錦流駅前にセブンがありましたけど、あと26分待ちましょう。はい、20分ベンチでゆっくりしまして、今ホームに向かっております。東武線なので東武のフリー Wi-Fi が入りました。なのでね、まあちょっと電池は食いますけれども、ネットの時間にできました。で、小山駅っていうのは4号線のホーム離れてるんですよね、他の路線から。なので先頭に乗りたいんですよね。さ、先頭はどちらかな。宇都宮行きがあっちに行くということは、
あっちが北だから、じゃあこっちか。多分先頭車両は同じ考えの人がたくさんいるので混んでるような気がします。まもなく一番線に下り列車が参ります。4分で乗り換えられればいいんだけど、どうでしょうかね。まもなく一番線に下り列車が参ります。あ、そうだ、黄色い線までお下がりください。どこが先頭？先頭も絶対混むからな。団子屋さんっていうのが見えてますね。塾が何個か、さっきもなんか予備校が見えましたよ。で、来ますね。はい、両毛線小山行きによ、乗って小山に行きたいと思います。小山駅どれだけ遠いかっていうのは乗り換え動画ありますので、よかったら見てみてください。よろしくお願いします。